それでは、幹事長の定例会見始めます。よろしくお願いします。はい。先週金曜日に、民主党と統一会派に向けての調印式を行いましたので、今日執行役員会そして両院懇談会で皆さんに報告をいたしました。その際に、民主党の方から今後の会派の進め方について、運営方法等についての、ペーパーをいただきましたので、今日これを協議して、おおむね OK ということで、党内手続きを終えました。中身は、基本的に今まで言われている通りですけれども、両党の間に代表者会議を置いて、そこに代表幹事長が、座って、そこが一番のトップの協議会ということになりますが、その下に政策調整会議、それから国会運営になる統一会派運営協議会か、それから選挙対策調整会議というのをそれぞれ置いて、それぞれのところで調整をしていただくということです。政策に関しては部会は合同で行って、それぞれの賛否に関しての党内手続きは別々に行うと。揉めそうなことは政調会長のもとにある調整会議をで調整をするということですね。それから、統一会派の運営の国対の方ですけれども、今日すでに発表、さっき発表されておりましたので、割愛をさせていただきます。それから選対の調整会議は、お互いが党内手続きを終え、この今日の検討事項を終えて、その後可及的速やかに立ち上げたいというふうに思っていますが、まだ具体的な日程は民主党の方とは詰めておりません。それと会派の名称は民主維新無所属クラブ、略称民意クラブということになります。で、会派の代表役員は岡田代表、松野代行、代表代行、それから枝野幹事長、今井幹事長代行ということになるということです。統一会派の区に関しては以上ということですね。その他は、来年の参議院選挙に向けて、我が党も今週にも選対本部を立ち上げようと思います。で、候補者の皆さんを速やかに公認手続きを取り、選挙体制に入りたいと思います。特に来年改選の全国比例の皆さんに関しては、全員当選ということを党内で勝ち取りたいと思っていますので、議員をそれぞれ振り分けをして、票の底積みをしていくという体制を早急に立てたいというふうに思っております。私の方から以上です。はい、それではどうぞ。改めてなんですけれども、自民、公明両党が政権全員というのに関しまして、直近全般の外食が動くということで、合意しました。財源として、1兆円ということなんですけれども、明確な財源というのはまだ見えてきていないと。一連の動きに関しまして、幹事長としての手応えです。はい、安倍総理は財政再建がこの国にとって非常、安倍政権にとって非常に重要であるということを先日も発言しておられました。その発言をした上でですね、財源を手当てしないまま1兆円というものの、軽減税率を決めてしまったということは、非常に私は順序として無責任だと思います。で、自民党の中からも批判が出ておりますけれども、政策を決めるときはまず財源をしっかり確保すること、それが財政再建の道ですから、その点で大変問題があるんじゃないかなと思います。低所得者対策という
というふうに言われてはいるんですけれども、専門家の間からは、決定の低所得者にならない、対策にならない、そういうことでしょうか、その決定に関してはどうですか。まあ、我々あの給付付税額控除というのを提案してますので、あの軽減税率よりはそちらがいいというふうに思っていますけれども、まあ国民にはその軽減税率が分かりやすいということでそちらを選択しているんだと思うんですね。まあそれも一つの手段かと思いますが、まあより実際の効果を出すにはやはり給付付税額控除の方がいいと思います。はい、どうぞ。読売新聞の昨日あの大阪維新の会の松井代表が憲法改正に関して、憲法改正のグループとして3分の2の政府に入る、で時代に合わせた、見直しを発議していくべきだというのを発言されたんですけど、この点に関して何でしょうか。あの憲法を改正していくというのは我々もそういう考え方ですから、憲法改正には積極的ではありますけれども、そうどこを変えるかですからね、何をどう変えるかによってそれは変わってきますので、変えようとする内容が、まあ、我々の考えているのに一致すればそれは協力するということだと思います。さっきの民主党との政策協議では、地方自治など必要な条文の改正を目指すとなっているんですけど、その辺の、手当が見えた場合には発議に賛成することがあるという考えですか。内容次第ですけど、当然それは賛成することも十分あると思います。他にございますか。はい、私が申し上げます。入院議員懇談会に行われたと思いますけれども、どういった議論を入れているかありますか。特段目立った意見ありませんでした。我々 あの執行部の方からいろいろ説明をさせていただいて、今後のやり方について、申し上げましたけれども、まず一つは出た意見というのは、地方議員の人たちにもう少し丁寧に説明してほしいという話が一つと、それから来年さまざまなその政策重要な課題があるので、そこに向かってはやっぱりキレのある政策をしっかり打ち出した方がいいという意見がありましたね。特にあの消費税の増税に対して、今その増税をするような環境が本当に整っているのかと、身を切る改革あるいは十分な歳出削減、そういうのが行われているのかという、そういう問題提起というのはありました。前回の入院に懇談会総会では参議院の方から統一教会に関して、いろんな意見が出てですね、参議院に関しては若干統一教会が決定が遅れるという可能性も出たわけですけれども、その辺の参議院との時間のずれというか、そういったことに関して何かしお話しておきます。今日その話自体は両院懇談会では出て、あまり出ていませんけれど、民主党の中も若干その衆議院と参議院の考えが少し、違うところもあるようですので、統一会派を組んでいくということの方向性を確認していますから、あとはどういうふうに、組んでいくかというのはそれぞれの衆議院参議院それぞれの院にの意見を尊重するということだと思います。ですから具体的に今じゃあ何月何日からとかっていうのが決まっているわけではないということですけれども、民主党の参議院の皆さんとは何回かもうすでに、いろんな会合をし、これからも定期的に会合をするということで、だんだん距離を縮めていこうということをするというふうに伺っています。おっしゃった、
民主党の中でも旧さんの考えが違うところがあるんですか。具体的にどういう違いですか。うん、それはあの民主党の人に聞いてください。私が答える話じゃないです。他によろしいですか。あ、はい。ちょっと話題変わるんですけど、今日はあの京都の清水寺で今年の一文字漢字が発表されて、何だったの。あの安い安全保障案っていうんですけど、あの今井幹事長の今年の漢字が。年ですか。今年は忍ぶですね。忍ぶ。いやいや、あの人間耐えることも大事だということです。耐える先には未来があると。よろしいですか。いいですか。統一会派内の話なんですけどね、まあ、宗教の違いっていう話が消えたわけですけれども、民主と維新の中での何か違いっていうのが出てきているんですか。いや、今のところそれはないですね。少なくとも執行部レベルで話しているところでは、あのそういう違いは感じておりません。岡田新聞のインタビューで、来年夏の参院選の結果次第では憲法改正まで行ってしまうというような、まあ、憲法改正に対して否定的な、まあ、見解を受け取られるような発言をされたんですけれども、それについてはいかが。あのどういう趣旨でおっしゃったか分かりませんが、まあ、あの岡田代表は、安倍政権、その立憲主義を守らない安倍政権が会見をするのは非常に危険であるということをおっしゃっているんだと思うんです。だから改正自体を否定されているわけじゃないと思うんですけれども、安倍政権の下で、強引な憲法改正をするということが問題であるということをおっしゃっていると思うので、あのその懸念は、まあ、理解しますけれど、あくまでもやはり、内容どういうところを本当に改正する必要のあるものをしっかり変えるということかということを判断するということじゃないかなというふうに思いますけど。他に、よろしいですか。はい、どうも。はい、以上です。